旧安志藩、陣屋表門、安志藩は、張馬国思想軍周辺を領有した不代大,大名の藩。藩長として、安志に安志陣屋が置かれた。安志藩は、小笠原秀政の長男、正治治の家系であり、本来は、小笠原家の着流である。しかし、正治治が、大阪の陣で戦死した際、維持長次が幼年であったため、 ただし、おさむの弟、ただざが相続し、ただざの家系が、小笠原家の宗家に据えられた。長寿は、ただざの下で養育された。十歳を超えると、張馬国立の藩六万国に封じられ、翌年元服、数年後に、武前中津藩八万国に家造違法となる。両方元年、中津藩第五代藩主。 小笠原町が5歳で養成し、むつぐ会役となったが、弟の長江は、祖先の勤労により、安市に一万国で立藩を認められた。藩祖、長江は、生来病弱だったため、19歳で隠居する。しかし、京氏がいなかったため、小倉藩第三代藩主、小笠原忠元の次男、長王寺を、第二代藩主に迎えた。このため以後は、小倉藩の市販のごとく、 扱われるようになった。なお、小笠原家はかつて、品の国守護だったため、初代以外の藩主は、代々、品の守るを名乗った。明治4年、廃藩地県により、安市県となった。その後、姫路県、鹿間県を経て、兵庫県に編入された。藩主家は家族に列し、明治17年に死者となった。小笠原家門府大、一万国。 ありがとうございます。